よ。古今無双の超激戦、師匠と弟子が分かつ時。この葉がくればわしが守る。またあなたと戦えるなってね。戦闘開始。その全てを守ってみせる。条件達成。あれってばすげえぜ。
面白いぞ、渦巻きナルト。まさかここまで俺を楽しませてくれるとはな。だが、これで終わりだ。なんだ本当の恐怖を教えてやる。ナルト忍法帳大開封の巻。でけえ、これがあいつの正体。お前もその仲間も全部ぶっ潰してやる。俺の大切なもの。
の存在か。おい、ケイクーバ特攻だ。おい、ケイクーバ特攻だ。失礼す。ケイクーバ特攻だ。なぜだ、なぜこいつはこれほどに強い。あの、一人ぼっちの苦しみは半端じゃねえよな。お前の気持ちはなんでかな。痛いほどわかるんだってばよ。けどもう俺には大切な人たちができたんだ。俺の大切な人たち、傷つけさせねえ。なんでお前は他人のためにここまで。一人ぼっちのあの地獄から救ってくれた。俺の存在を認めてくれた大切なみんなだから。大切な、そうか、だからこいつは強いのか。お前とラーメン食べたのは久しぶりだな。うん。前の騒動やじいちゃんの葬儀とかいろいろあったしね。イルカ先生、なんで人は人のために命を懸けたりするのかな。両親、兄弟、恋人や里の仲間たち、自分にとって大切な人たち、互いに信頼し合い助け合う、ずっと大切に思ってきた人たちとのつながり、
そしてそのつながった糸は時を経るに従い太く力強くなっていく。理屈じゃないのさ。その糸を持っちまったやつはそうしちまうんだ。大切だから。うん、なんとなくは俺にもわかるってばよ。でも死ぬのは辛いよ。三代目だってただで死んだわけじゃないよ。ちゃんと俺たちに大切なものを残してくれてる。いずれお前にもわかるようになるさ。うん、それもなんとなくわかるってばよ。さてと、そろそろ行かねえと。遅れるとさくらちゃんにまた怒られるし。もう時間か。次の任務も頑張れよ。おう、そんじゃまたね、イルカ先生。ああ、里を守ろうとする強い意志。三代目、あなたが教えてくれた火の意志はどうやらちゃんと受け継がれているようです。木の葉についたその小さな火種はやがて強く大きく燃えてまたこの里を照らし守るのでしょう。いつの日か新たな火影となって。任務成功だってばよ。